クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。もう掘れども掘れどもメス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 、ここか。出た出た、あ、どっち取りますよ、せーの。はい、どうもこんにちはです、クロネコチャンネルのクロネコです。ありがとうございます。まずはね、こちらをご覧ください。ヤマクワガタでございます。見てください、まだ元気。もうね、11月になるっていうのに未だにね元気です。今年最初のね70ミリオーバーの子ですね。なかなか凛々しい姿です。はい、おー、しっかりしてね、足腰しっかりしております。すごいね。うん、ということでね、ミヤマクワガタまだ11月になろうとしてるんですが、頑張ってくれてます。果たしていつまで頑張ってくれるのか、できるだけ長生きして年を越してほしいですね。うん、楽しみにしたいなと思います。やった。さあ、今週も掘り出しをしていきましょう。今週もね、この子を掘り出したいなと思います。いきますよ。はっ、はい、この子でございます。これは四つ星ひなかぶと。はあ、小型のカブトムシ、かなり可愛いんですけど、実は小型なんですけど、とても大きく浮かしてくれてます。この子がうちで最大で浮かしてる44ミリの子ですね。はい、なかなか立派ですね。今日はね、この四つ星ひなかぶとたちを掘り出していきたいなと思います。実はこの四つ星ひなかぶとたち大変なことになっております。今までね、24頭掘り出したんですよ。するとですね、オスはたったの6頭、そしてメスがなんと驚異の18頭ということでね、メスだらけでございます。もう掘れども掘れどもメス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 ってな感じで、もうどんだけメスが出るんだっていうぐらいメスがね出てきてですね、一応まあ週1ぐらいで販売もね、ヤフオクの方でしてるんですけど、まあその掘れども掘れどもメスなんでね、これどうしたもんかなとね思ってるところなんですよ。まあ本当にね、うまくいかないというかね、まあ後半戦のね掘り出しに期待してるわけです。そして今日掘り出すのはこの5頭でございます。9月28日、29日、28日、28日、そして10月1日の羽化です。うん。この5頭を今日は掘り出していきたいなと思います。はぁ、果たしてこの中にね、オスが何頭いるのか。もう全部オスでもいいんですけどね、5頭全部オスとかいうのすごいスッキリするんですよ。はぁ。まあ、そんな風にはいかないと思いますけどね。なかなか恐怖でございます。もうね、メスしか出てこないんで、もうね、もう掘っても掘ってもメスしかいないじゃないかっていうね、かなりの恐怖でございます。まあこの恐怖を克服して掘っていきたいなと思います。では今日もね、頑張っていきましょう。まずはこの子掘っていきましょう。28日羽化の子でございます。まあ一応ね、羽化日書いてるんですけど、たまにさなぎだったりすることもあるんでね、慎重にいきたいなとは思いますが、あっ、よーし、行きましょう。さあ、オスだろね。もうオスとしゅうことしか考えてないですからね。頼む、オス出てきてくれ。ん？なんかオスの匂いするぞ。繋がりました。オスやってくれ。オス、角刈りの曲かけちゃうよ、オスだったら。はい。嘘だろ。げー、大きさ小さいし、これメスじゃねえか。もうありえねえだろ。メスっぽい。オス？メスなの？はい。あ、ん？あ？あ？あ？角ある角。なんと、オスです。ちょっとちっちゃいけどね。他の子たちよりはなんかちょっと少し小さいんですけど。あ、でも立派な。どう見てもオスです。わ、よかったよかった。はい、オスがね、出てきました。かわいいね。いやー、よかった。一頭目オスだわ。ねえ、小さいですけど、角もね、
少し長めのオス出てきました。あ、しっこしたー。やめてー。やった。いや、今のマジで嬉しかったな。うん。いきなり最初にオスが出たこと、久しぶりです。本当に。あー、よかった。オスだった。この子もオスであってほしい。もうそれを願うばかりです。開けましょう。はっ。よし。この子は9月29日、羽化でございます。頼む。オスであってくれ。そろそろだと思いますよ。ん？どこ？ここか。どっち？オス、お願いオス。オスでやってくれ。出たー。うわー。メスですね。メスだろこれ。いやー。はい、はい、立派にね、羽化してくれてます。メスですね。綺麗なメス。いやー、綺麗な体ね。うん、綺麗綺麗。でもね、やっぱメスですね。またメス増えちゃった。これでメスが19匹、オスが7匹ということになりました。なんてバランス悪いんだろう、本当に。ねえ。さあ、次に期待したいなと思います。まあ、この子はこの子でね、綺麗に羽化してくれてよかったです。今度はこの子、9月28日、羽化でございます。えい。どこだ？ここか。出た、出た。あ、どっち？見事になんか下敷きになってる。どっちだろう。うわ、ドキドキだ。お願いします。オスで会ってください。いや、怖いな。取りますよ。せーの。いや、やばい。ほんとやばい。取ります。ほんとに取ります。せーの。押す？ん？もう信じられない。メスですね、これは。あ、しかも、羽化不全だ。ちょっと羽化不全してる。まあ、ブリトニアは必要ないですかね。はぁ、メスでございます。ね、まあ、浮かさせちょっとしてるけど、まあ、これぐらいでよかったと思いますね。はい、メスでした。悔しい。やった。やっぱりこれだけ数飼ってるとね、浮かふぜの子もね、中には出てきますね。まあ、辛いですけど、しょうがないです。あとオス2匹の予定なんですけど、ほんと、あと2頭ですから、オスであってほしい。この子は、9月28日羽化です。さあ、行きましょう。とにかくオスであってくれ。お願いします。来ました。どっちだろう。オス、お願い。どっち？またうまいこと隠れてますね。どっちですか？やだだー。オスであってくれ。お願いします。行きます。いや、やりたくない。でも行くしかない。行きます。はい。あ、角が見える。おーし、オスだ。間違いない。おー、立派だー。立派です。よかったー。立派なオスだ。お力強い。はい。いいねー。立派なオスが出てきてくれましたよ。よかったー。ああ、オスですね。いやー、感謝感謝。本当にね、今日はオス2頭目でございます。なかなかいい子じゃないかなと思いますね。やった。本日掘り出しラストの子です。オス、メス、メス、オスときましたからね。残りの1頭、これでどちらの比率がね、高いかわかる。もうだから今までのことがあるんで、ほんと、オスであってほしいです。ね。この子は10月1日羽化です。さあ行きましょう。頼むからオスであってくれ。繋がりました。ん？なんかでかそうだぞ。オスじゃないかこれ。
めっちゃでかいメスっていう手もあるけど。うわ、でかそう。何これ、でかあ、絶対オスだろ、これでかいわ。オスですね、よかった。しかも相当でかそう。うわ、すごい、立派。うわ、立派この子。記録更新か。いたいたいた、すごい力、すごい力だ、四つ星。おー、立派な角ですね。立派な子出てきた。あー、どうだろう、44ミリの子に匹敵するのかどうか測っていきたいと思います。オスでした、マジ嬉しい。よし、じゃあ大きいやつのね、大きさだけ測定しておきます。あとのは動画外でしましょう。はっ。そしてさらに、はっ。どうですかね。これで測っていきましょう。テレ表示でございます。おそらくですね、この最後の子が一番でかかったので、この子の大きさ測りましょう。立派です。さあ、大きさいくらだろう。はい、測定完了です。ちょうど角がつっかえてますね。この子のサイズなんですが、これでした。じゃーん、41。あー、最高記録には至らなかったですね。そうですね、まあでもすごく立派な子です。この子たちの羽化後の管理方法なんですが、普通の発酵マットをね、十分湿らせて、で、埋めてあげる、そういう手もありますし、まあ、僕みたいにね、針葉樹マットを下に敷いて、その上に水苔、これで十分いけます。で、これだとね、ただ乾きやすいので、まあ、週に1回ぐらいはね、開けて、こうね、水苔の状態を見てあげてね、水分をね、加えてる、あげる必要がありますね。はい。特に、不全の子。この子不全の子だったんですけど、多めにね、水入れてあげてね、他の子たちよりも乾かないように十分に管理してあげれば、まあ、長持ちをね、してくれます。お疲れ様です。ということでね、オスは3頭増えまして、全部で今9頭になったのかな。まあ、結構販売はしてるんですけどね、34、40、41と、いうことでした。そしてメスは2頭増えまして、20 まだ9と20っていうね、その境よって感じなんですけど、メスなんと33ミリもあった、この子ね、すごい。そしてこちら27ミリでした。不全の子でしたね。はい、ということでね、今日はこんな感じでございます。まあ、少し比率持ち直した感じですが、それでもね、まだまだ依然としてメスだらけなんで、次の掘り出しに期待したいなと思います。では今日はこれでお別れです。またよかったらね、コメントで感想ください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。えい。